佐藤です、えー、聖書メッセージの時間となりました。感謝いたします今日はこの聖書の旧約聖書のマラキ書ですね、えー、最後ですね、えー、この旧約聖書は創世紀の一書の一節、えー、神が天と地を作られたそして、えー、マラキ書が5章ありますね、えー、マラキ書もこの5回目となりましたので、えーえー、マラキ書は4章までありますのでまたマラキ書の1回に来ました。 えー、マナキ書のの後、このまあ400年か500年の後に、えー、イエス様があ来られます、えー、マナキショにはよく私たちに、えー、この収入の十分の一を神様に捧げなさいというチャレンジの箇所も有名ですけど、えーまあ、前回もこの、えー このマ、ま、後ーこの YouTube チャンネル聖書メッセージ。えー、前回はローマークの手紙8章を読んでのメッセージとなりました。感謝いたします。えー、ほとんど聖書を読んでの応答、また感想にすぎませんけど、えー、一言お祈りいたします。えー、このものがみことまんふれますけど、正しく理解し、えーえー、理,理解し、また応答できますように導いてください。感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン、えー、感謝いたします、えー。今日はこのマラキ書の えー、一章のこの、えー、特に5節に注目してみました。えー、あなた方の目はこれを見ていよう。主はイスラエルの地世界を超えて偉大な方だ。えー、偉大な方ですね。今この 聖書が書かれたこの地域、現代、厳しいですね、イスラエル、戦後、イスラエルが、このローマによって滅ぼされた、散らされたこのイスラエルが戦後、建国されて、今、その周辺の特に今回は第5次、中東戦争ではありませんけど、ハマスによるこのテロによって、今、厳しい状況ですね。この 主式、その前に、カナンの地に入ってからの、規約聖書の歴史を見ますと、まだまだ厳しい状況ですけど、ちょっと、話が、えー、よくにそれましたけど、今日の箇所、マラキショーを一生お読みいたします。えー、私たちの、この、救い主、えー、特にご施設、イエス様ですね、クリスマス近いですけど、 あなた方の目はこれを見ていいよ。主はイスラエルの地界を越えて偉大な方だということですね。はい。マラキ書を読み,お読みいたします。前回もまた、えー、ローマ人の手紙発首を読んでの応答をメッセージとされましたので、えー、今日もこのマラキ書一章を読んで、えー、メッセージと返させていただきたいと思います。<laughs> ではいきます。えー、マラキ書一章宣告マラキを通してイスラエルにあった主の言葉。 えー、私はあなた方を愛してると、主は教えられる。あなた方は言う、えー。どのようにしてあなたが私たちを愛されたのですかと。<laughs> エサウはヤコブの兄ではなかったか主の見つけ。私はヤコブを愛した。私はエサウを憎み、えー、彼の山を荒れ果てたちとし、えー、彼の継いだ地を荒野のジャッカルのものとした。たとえエドムが私たちは打ち砕かれた。だが 背てを立て直そうと言っても番組の主はこうせられる。彼らが立てるが私は落ち壊す。彼らは悪の国と言われ、主のとこし,しえに呪う民と呼ばれる。あなた方の目はこれを見ていいよ。主はイスラエルの地世界を越えて偉大な方だと。子は父を敬い、しもべはその主人を敬う。もし 私が父であるならどこに私への尊敬があるのかもし私が主人であるならどこに私への恐れがあるのか番組の主はあなた方に教えられる私の名を下げすむ妻子たちあなた方は言うどのようにして私たちがあなたの名を下げすみましたかとあなた方は私の祭壇の上に汚れたパンを捧げて どのようにして私たちがあなたをけがしましたかという死の食卓は下げ済ま,まれてもよいとあなた方を持っているあなた方は盲目の獣をいけねに捧げるかそれは悪いことではないか足の泣いたもの病気のものを捧げるのは悪いことではないかさああなたの総督のところにそれを差し出してみよう 彼はあなたを読みしあなたを受け入れるだろうか番組の死は仰せられる <laughs> さあ今恵みを受けるために神に願ってみようこれはあなた方の手によることだ神はあなた方のうち誰かを受け入れてくださるだろうか番組の死は仰せられるあなた方のうちにさえあなた方が私の祭壇にいたずらに火を点ずることがないように 戸を閉じる人は誰かいないのか私はあなた方を喜ばない番組の手話を教えられる私はあなた方の手からの捧げ物を受け入れられない火の出るところからその沈むところまで私の名は四国の民の間で崇められすべての場所で私の名のために清い捧げ物が捧げられ甲がたかれる 私の名が四国の民の間であがめられているからだ番組の死はおせられるしかしあなた方は死の食卓は汚れているその果実も植物も蔑まれていると言って祭壇を冒涜しているあなた方はまた身を何とうるさいことかと言ってそれを軽蔑する番組の死はおせられるあなた方はかすめたもの足のえたもの 病気の者を連れてきて、捧げ物として捧げている。私がそれをあなた方の手から喜んで受け入れるだろうか。主は教せられる。胸の内にオスの獣がいて、それを捧げると誓いながら、損傷のある者を主に捧げるずるい者は呪われる。私は大いなる王であり、私の名が四国の民の間で恐れられているからだ。 番組の主は仰せられる。<laughs> はい、感謝いたします。えー、このマナキショ一章でした、えー。マナキショはあ4章までありますね。はい、えー、この最後、おこの、えー、4章をちょっとおおい読んでみます。<laughs> マナキショ、えー。はい、えー、4章。見よその日が来る。かまどのように燃えながら、その日すべて、えー、高ぶる者、すべて悪を行う者は、わらとなる。 来ようとしているその日は彼らを焼き尽くし根も枝も残さない番組の死は押せられるしかし私の名を恐れるあなた方には義の太陽が昇りその翼には癒しがあるあなた方は外に出て牛舎の子牛のように跳ね回るあなた方はまた悪者どもを踏みつける彼らは私がことを行う日にあなた方の足の下ではいとなるからだ番組の死は押せられる あなた方は私のしもべ、モーセの立法を記憶せよ。それは、ホレブでイスラエル全体のために私が彼に命じた、起きてと定めである。身を私は死の大いなる恐ろしい日が来る前に、預言者、エレアをあなた方に使わす。彼は父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせる。それは私が来て、呪いでこの地を打ち滅ばさないためだ。 感謝いたします。えー、マラキ書1章とマラキ書4章をお読みいたしました。感謝いたします。この、えー、旧約聖書の最後の章ですね、マラキ書はい、今日はこの1章と4章を読んでメッセージと返させていただきました。えー、クリスマスですね。えモスク。今日は12月の4日ですね、月曜日。昨日は日曜日でしたけど、えー、私、ことであ、今年、年末年始に、うん のいて最後の3連休となりましたけど感謝いたします、えー、クリスマスイエス様がこの世に来られました感謝いたします、えー、この私の罪あなたの罪全十人の救いの救済のために、えー、来られました、えー、この世にあっては悪この霊的ですこの,この世ばかりじゃなくて この先、私が命を、うん、この肉が、うん、衰えても、うん、この永遠の命イエス様のこの福音イエス様が神様自身がこの世に来られて義の罪のない方が私のために全類のために十字架で尊い血を流してそして、えー、3日目によみがえしたこの救いを完成されました。あ 罪に死に勝利されました。そして40日間、ケパをはじめ、500人の方々に現れて、天に昇るとき、またくるっと約束され、えー、精霊をお与え助け主お与えになると言われ、精霊はそのうち五0節におくりになりました。この今父の、イエス様は父の神の右の座に座して祈っておら取り直して、私のために取り出しておられます。この私の信じるところの父なるの神様、このイエス様。 聖霊なる神様神様、様このの三位一体に感謝いたします、えー。あなたもこの恵み、幸いに預かりませんかこの永遠の命に、えー、私はこの、えー、永遠の刑罰、えー、永遠の地獄ではなくて、イエス様にある幸い、真理、恵みに預かってほしいと願うものです。感謝いたします。えーこの クリスマス、マもう間近ですね、この聖書、また最寄りの聖書とかな業界において、個人的にイエス様を信じる際は、恵みに扱ってほしいと願いますえ。感謝いたします。えー、天皇イエス様、神様、神この… 聖書メッセージ、えー。今日はこのマラキショーからあーマラキショーの1章と4章を読んでの聖書メッセージといたしました。感謝いたします。まだまだ不十分ですけど、雑貨に用いてください。この時を感謝して、イエス様のお名前によってお願いいたします。アーメン、マサトです。このマサトのこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいね、ボタンとよろしくお願いします。次回の聖書メッセージでお会いいたしましょう。マサト久しゅ終げレスパションブロジュ、シャロム、シャロム、シャロム。